ジでマジでマジでマジで、え、メリークリスマスというの結果発表、こんな聖なる夜にね、そう、寸大模試の結果発表だなんて、なんてロマンチックなんでしょうか。待たせたな、待たせたなって感じ。本当俺が下克上する日が来たぜ。今年も俺が勝つぜ。もし5教科あるやん、うん、5教科で俺が3勝したら、いや無理、その時はどうするって。いやそれはでもありえるで、だって俺英国物理で負けてる可能性あるもん。え、これもし3科目俺が、じゃあ俺デンダガンド勝ったらどうする。デンダガンドやめるわ俺ちょっとそんなそんな別にきつないな。じゃあ分かった分かった。え、でもお前しかもか、さらにさらに何、さらに2つとも D 範囲下だった場合、うん、なんか来年じゃもう9点全部受けるぐらいの勢いでいくわ。じゃあほんまに、あの東大京大以外の全部受けて全部 5個全部受けたら、それは強い。それは罰ゲームでいいよ。じゃあでもあなたは負けたら、じゃあ俺、あなた負けた、俺は、俺だって俺だけかける意味わからへん。じゃあ分かった、俺は5教科のうち2科目以上平均点を超えると罰ゲーム免除。めっちゃ軽いように聞こえたな。5分の2やで。待て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 、せめて5分の3やろ。俺は実行したのやつらと戦ってる。そんなん俺もや、そんなん俺もや。お前は受験生やろ。いや受験生じゃないって俺も。あ、寸大の寸大再入学ということで。夏期講習かな、どっか、まあ、講習受けに行く、もう寸大入るからもう。はい、というわけで、はい、今年最後のメーケットバスボーイズ2020チョッパー。なんだそれは。トナカイね。トナカイ2020。はい、では1科目ずつ発表していきましょう。俺この時のために生きてきたと言っても過言ではない。いやお前受験生よお前。何歳になっても模試の結果は楽しみなよ。わかるわ、わかるわかる。ではまず一つ目、科学からいきます。よしよし、あ、もうはいはい。いや俺これ負けてたら自害これ負けてたら自害する。1科目目科学、科目、はい、最先くれ、最先勝者は、はい、デンダガンド。分かってるここまでデンダガンド100分の36点。悪っ。A 判定落ちたろうが30点です。6点じゃないかな。やばいやばいやばいってそれは。やばいな、40、もうちょっとあるかな、倒したらあと5点ぐらい。これちょっとあるぜ、これあるな、これあるぜ、これあるな、これだって苦手領域で6点6歩差で抑えてる。完封勝利。科学平均点は、はい、43点。サッカー、あー、やっぱみんなすごいな。賢いな、お前ら。コメント欄で俺死ぬほど持ち上げられてるって知ってる。あの、デンダガンド14秒。真のデンダガンドは、真のデンダガンドか、こんなもんだ。やばいな。いや、だからそれは俺も悲しいから嫌や。デンダガンドは正義のヒーローなんだ。そんなことで負けんな。いや、でもあいつマジで誰、ほんま。では、2科目目。はい。はい。物理行きましょう。はい、これはもうちょっと分からへんわ。物理は結構できた感覚あったよ。俺もう分かんねえ。物理の勝者は、A 判定落ちたろー。おっしゃー、お前よっしゃー。さすがに嘘。そうです、 A 判定落ちたろーが100分の65点。おっしゃー、そんなことない。いや、ついよ、高すぎるよ。いや、ついよ。え、で、俺は57点です。あー、すげえ。いや、お前強っ。俺、しかも俺エレクトロニクス講師やからさ。確かに俺そうなの俺電子物理科学科やから、はい、回路系はずーっとやってたわけ。こいつほんま勝った時だけ饒舌なんだ、マジで。ずっと嫌いなよ、5年6年ずっと嫌いなよこいつの。負けた時ほんまにすねるくせに、勝った時こんなんなるの、ほんま6年ずっと嫌い俺。これは人間の坂じゃん。平均56.3。うわ、簡単や、簡単や、賢いな。あ、みんな賢いな。いな、では英語参りましょう。はい、英語、問題数が7つしかなかったんや、120分の試験で。で、回答欄めっちゃでかくて、あれめっちゃ焦ったんやけど。それな、あれむっちゃびっくりしたんやけど、回答欄でかすぎて。では3科目目英語、はい、でも一応ありえるからな。勝者は A 判定を取ろう。おっしゃー、きたー。やばい、あの、ほんま、あの、
出会って一番嫌いっす。花野さんが150分の53点。弱ー。53点って3割ぐらい。念願さんが、27点。やばやばやば。俺過去最高に悪い点数取ってるわけじゃん。言ってんなお前それ。やばい。それちょっと俺この動画もしかして非公開にしたかもしれない。いや、じゃあ公開でいいねんけど。大門人の読解総合問題が大きく離れてますね。おお。念願さんが50分の13点で、花尾さんが50分の29点です。俺めっちゃ埋めてるやん、長文。俺多分な、俺編集してるからやってと思ってんねんな、マジで。YouTuber やってると、編集って言って、その長いものをまとめ上げる能力っていうのはすごい培われないけど、それでほんまに学力に生きてるなってすごい感じたから、みんなもマジで YouTuber になった方がいい。信頼を失ったか。4科目目、国語。はい。いやーこれほんま領域解放。勝者は A 判定落ちたの。あー、来たー。イエス。てことは俺もしかして罰ゲーム決定。てれー、レンナガンの宮廷模試巡礼決定。念願さんはですね、100分の20点です。あ、20点。あ、やばい。俺結構自信あんねんけどな、これ。じゃあ、花尾さんはですね、52点です。おお、すごい。なんと、偏差値、65.7。マジかよ。京大模試受験者5967名中、287位。やべえ。ごめん、受験生、ガチで。ついよ。ガチでごめん。どういうこと？どういうことえ、どういうことてかお前だから出口先生ありがとうございました言っといた方がいい。出口先生本当にありがとうございます。おかげで教会への入り口が見えました。総合だ、数学で40点差くらいつけへんともう総合で勝てへんやろこれ。多分俺まだ200点満点ですよね。もう数学はでもでかいからね、配点は。いやでも数学、俺数学負けてたらほんまに死ぬわ。オッケー、数学まだありますよね。数学これでお前かわしてやれ。では最後、数学の勝者は、せーの、 A。 A 判定落ちたの。嘘。え、マジでマジで。え、数学負けた俺。マジで嘘でしょ。マジで。あ、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。え、俺それだけは信じられへんねんけど、でもマジで。いや、分からへん。俺も分からへん。え、ちょっと点数、レンダガンドが91点。200分の。はい。あ、まぁ、A 判定落ちたら92点です。うわ、おぉ、偏差値。平均点どれぐらいなん？平均点73点です。これすごっ。やばー、俺。だから、ごめん。俺、91点やったら俺なんで負けてんのと思ったもん、正直。自分で自分を定量的に評価できない。いや、すごいわ。ごめん、いいっすよ。今回乾杯でした。でも俺は、認めてへん、この点数、俺は。いや、そんなこと。いや、そんなこと。いや、俺は認めへんぞ、お前、こんな。おい、A 判定落ちたらもっとアホなはずや、おい。まぁでも、これマジでね、大どんでん返しでしたね、本当に。大電源返し。大電源返し入ってた。俺、ほんまにでもちょっと過去2年の結果を持って、今年も勝てるってちょっとあれしてたわ。満身してたわ。だからそうするとこうやって足元救われるっていういい受験生の形を12月に見せれたわ。逆にそう思う。で、花野さん京大工業科学科。工業科学ね。一番引きそうと低そうなところになりました。新判定です。おらー。あ、てかさ、俺何判定っちゃう。いい判定です。あー、ちょっとお前来年もう一回ちょっと京大受けさせてもらっていいですか、ほんま。ちょっとほんまにちょっと俺ちょっとほんまにちょっと来年もう一回だけちょっとチャンス作れへんかな、これ視聴者のみんなも。ちょっとあー、でもな、でも俺満足したからな。もういいかな。マジでちょっとほんま、もう死においてもう心残りはお願いします。ほんとにもう一度もう一度チャンスください。あ、ほら俺ここ、丸や丸、ほら。あ、すごい。これ見て、ほんま俺嘘じゃないってことを証明したい、これさ。いやでも相当悔しいね、これ。これ分かると思うけどね。悔しい。だってなんかいつもなんかスポーツとかはもう負けるかなと思いながらやってるわけよ、俺も。これだけは負けられへんと思ってやってるわけよ。そうね。この気持ち分かる。全然違う。お母さんに泣きつくまだ。ね、なんかの本に書いてあったんやけど、人の進化が問われるのは勝った時じゃない負けた後なのよっていう。ほんまちょっとここからの僕の進化をちょっと見ててください。いや
でも、母さんに報告しよう。